はい、セクシーでーす。今回はね、チームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはサイドショーになります。はい、頑張るぞーい。このサイドショーね、一番好きなマップでね、特にあのピエロ爆弾が本当にユニークでとっても面白いマップになってます。自分はあのフリーフォールではね、あのいろんなマップでね1位になってるんだけど、このサイドショーが一番フリーフォールで1位になってるのは多いと思うんでね、フリーフォールで一番1位になってるのがこのサイドショーだと思うんでね。今回ね、スナイパーライフルの新武器で SVO を使って頑張ってみたいと思います。あの自分はスナイパーライフル、あのうまくないんでね、うん、あまり使わないんでね、うん、使ってたらもうすでにもう前で使ってたらね、もっと上手くなってたと思うんだけど、うん、全然使ってないんでね、アサルトライフルとか SMG とかヘビーウェポンばっかりしか使わないんでね、スナイパーライフルの使用頻度かなり低いんでね、うん、うまくないんだけどね。で、いろんなスコープちょっと試してみてるんだけどね、アイアンサイトとか、あと可変ズームスコープとか、あのサーマルとか、1キルしました、サーマルとか、あと英国スコープとかで、今回のこの標準のスコープも使ってるんだけど、一番なんかね、あのアイアンサイトと英国とあのサーマルサイトもとってもやりやすいんだけどね。で、あの可変ズームスコープをもうちょっと使ってみたりしてるんだけど、可変ズームスコープをつけた場合はまた1キルしました、バリスティック CPU って言ってね、あのアタッチメントのあの M 字 の、 あのスコープの揺れを軽減するやつなんだけど、可変ズームスコープをつけた場合はそのバリスティック CPU をつけられないんでね。で、これはあの今回使ってるのは通常のスコープ、標準のスコープなんだけど、このスコープのみこのスコープをつけた時はあのバリスティック CPU つけられるんでね、今回つけてみました。うん、可変ズームスコープの方があの見える範囲は広いんだけど、なんかやりづらいんでね、うん、まあ慣れだと思うんだけどね。はい、またキルしました。お、デッドアイ1マッチ中に何キルかっちゅうのをやったんで今ね。で、あとサプライドロップからの起動金物資も出ました。またキルしました。スナイパーライフルで本当キルできたら本当にとっても気持ちがいいね、やっぱりね、うん、本当あの可変ズームスコープちょっと慣れていきたいんだけど、可変ズームスコープでちょっとやりたいのには理由があって、っていうのはプレイヤーカードであのアタッチメントであの可変ズームスコープで500キルするとアンロックされる可変ズームスコープのプレイヤーカードちょっと一個張りなんで、ちょっとアンロックしたいんだけど、今500キル中360か70ぐらいまでキルしてて、あと100いくつかキルすれば、可変ズームスコープを使ってキルすれば500キルのプレイヤーカードもね、アンロックできるんだけど、ちょっとやりにくいんでね、今回ちょっとそれはつけずに通常のスコープでやってみました。
スナイパーライフルのプレイヤーさん結構多いんだけど、どのスコープが多いのかな。スナイパーライフル慣れてるプレイヤーさんなんか火炎ズームとか使ったりとかしてるのかな。今敵のクロークにちょっとやられちゃったんだけど、偵察ドローン、偵察ドローンオンライン。偵察ドローンは指原莉乃だったと思うんだけどね。指原莉乃オンライン。偵察ドローン全然使わないんだけどね、うん、これは敵をスポットしてくれる、とってもありがたいスコアストリークなんだけど、結構出ても起動勤務しかこの偵察ドローン出ても使わずにそのまま放置してるっていうパターン結構多いんでね。でもこれ敵をスポットしてくれて、でスコアストリックポイントもたまるんでね、うん、これ絶対使った方がいいと思うんで、ね、チームデスマッチで、ね、フリーフォールではどうなの。フリーフォールでもいいと思うんだけど、特にチーム戦はやっぱりね使った方がいいと思うんでね。チーム戦とかのドミネーション結構大活躍するんでね。で今 つけてるマスクね、ヘルメット、最近出てね、オプティックゲームズっていうゲームメーカーなのかな、チームなのかな、そのヘルメットもつけました。お、やったぜ、眉オンラインで、あとパンツもね、ちょっと赤っぽいやつ気に入ってて最近からつけてます。特にヘルメットのこのオプティックのゲーミングのやつはね、とっても気に入っててよく使います。自分は YouTube で外人の実況者のアリエさんもなんだけど、そうなんだけど、もう一人女性の外人の実況者さんで、オプティックミッドナイトっていうプレイヤーさんがいるんだけど、その方はね女性なんだけどね、とってもうまいです。AW、最近 AW 上げないんだけど、 AW とかアリエさんとなんか似てるんだよな、なんか動画の内容がな、こういったプレイ実況とか動画とか、あと AW のねアドバンスドサプライドロップ開封のプレイ実況動画とかも多くアップしてて、であと BO2 とかもねとってもうまいんでね、フリーフォールでね、ニュークアウトって言ってね、30キルゼロです、1回も死なずに30キルやって1位になるフリーフォールでやつがニュークアウトっていうやつなんだけど、それもなんか達成してたりね、ほんとすごい女性のプレイヤー、ゲームプレ実況プレイヤーさんでね、実況プレイヤーさんで、ほんととっても面白いんでね、まだ見てないっていう方はまず見てみてください。とっても面白いです。ほんとスナイパーライフルね、ほんとにね今後ちょっと多く使っていこうかなと思ってるんでね、前から言ってるんだけどね、なかなかどうしてもやっぱアサルトライフルとかね、またキルしました、アサルトライフルとかね、今クイックショット決まって本当とっても気持ちよかったです。あえて遠い時はね、敵さんが遠い時は息止めして L3 で息止めするんでね、イコマリのオンライン、この時ねアサルトドローン出てるんでね、最初は別偵察ドローン XS ミサイルストライクだったかな、うん、ミサイルストライクからアサルトドローンに中身変更してね、ダブルタップでアサルトドローン大和田7オンライン、今回は AI 制御なんでね。お、またキルしました。起動機運物資ダブルタップで中身変更できるんでね、四角ボタンで中身変更できるんで、キルしました。今ヘッドショット決まったのかな、5連続キル。アサルトドローンの攻撃も入ってたと思うんだけど、スナイパーライフル本当にとってもね、うん、難しい、一番難しい武器だと思うんでね、一番なのかな、うん、とっても本当難しい、難易度の高い武器なんでね、うん、でもそれだけやりがいがあるっていうか、本当使いこなせたら本当にとっても面白いと思うんで、手放せない武器だと思うんでね。特に BO2 ね、 BO2 最近やったんだけど、チームデスマッチとフリーフォールやったんだけど、ほんとスナイパーライフルは本当相変わらず多くてね、うん、ちょっとって感じなんだけど、まあ悪くはないんだけど、 BO2 は本当にねとっても人気があるのはね、スナイパーライフルのプレイヤーに支えられてると思うんでね、うん、特にね、うん、本
ってあのスナイパーライフルのプレイヤーさんほとんどバリスタ使ってると思うんで、おそらく9割方バリスタ使ってるんじゃないかな。バリスタ使ってるのには理由があって、バリスタの覗き込みが早いんでね。うん、本当ビュあの AW もね、本当スナイパーライフルのプレイヤーさんとっても多くてね、今ね、うん、本当でもスナイパーライフル本当面白いよね。SVO も本当にね出てくれて本当にとっても喜んでまーす。よっしゃ、今の粘りでキルしたんだけど、この今使ってる SVO はね、あの先日あのすでにプレイ実況動画として上げてるあのグランドマスタープレステージ感謝日でスレッチハマーゲームズさんからねアドバンスドサプライドロップ10個プレゼントしていただいて、でそのアドバンスサプライドロップ10個のプレあのオープンのね開封の実況動画上げてるんだけど、その10個の中にねこの SVO も入ってたんでね、うん、でその動画ではちょっと気づかずにちょっと紹介 しなかったんだけどね、後で気づいて SVO もアンロックされてるみたいな感じで後で気づいて喜んだんだけど、分かってすぐね気づいてすぐプレイ実況動画あげたんだけど、最後ちょっとキルしたかったなこれな。今の敵さんのキルすればラスキルだったと思うんで、おそらく今回100対86でうちらの勝利になりました。勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。スナイパーライフルね、AW でスナイパーライフルを使ってフリーフォールでちょっと1位取るっていうのも目標の一つなんでね。はい、今回はこういう成績になりました。プレイヤーの皆さんありがとうございました。とっても面白かったです。スナイパーライフルでまだ AW で1位になってないんでね、フリーフォールでね。でもあの、ゴーストではね、あのプレステ3版で1位にはなったことあるんだけど、録画ちょっとやらなかったんだけど、今回はね、スナイパーライフルの SVO にアタッチメントはバリスティック CPU、パラボラマイク、拡張マガジン、パークはローファイ、コールドブラッド、タフネス2、ブラストサプレッサー、エグザビリティはクローク、スコアストリークは UAV、起動救援物資というカスタムでやっていきましょう。今回ね、サイドショーで SVO を使ってプレイしたんだけど、本当にあの、サイドショーは本当開けたマップなんでね、スナイパーライフルとってもやりやすいんでね、練習にも最適だと思うんでね、今後、SVO を使用してね、もっと、プレイ実況動画を多くアップしていきたいと思います。はい、今回はね SVO を使用してサイドショーのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、